メーベルワーゲン。メーベルワーゲンは、第二次世界大戦中のドイツ軍の対空戦車、対空自走砲である。最終的な正式名称は、フラクパンズナーキャンプフワガン4ーモービールワーガン、砲合対空戦車メーベルワーゲン。正式番号 SD、SDKFZ161-3 モービールワーガンとはドイツ語で、家具運搬車の意味である。 モービールワーガンのカタカナ表記はドイツ語の発音に忠実にすればメーベルワーゲンであるが日本ではワーゲンのカタカナ表記はフォルクスワーゲンに代表されるようにワーゲンが広知られているため本校ではメーベルワーゲンと記す当初本社は方向戦車の車体を流用し 2cm フラクビリング38を搭載した 方号対空戦車として1943年9月に試作されたが、2cm 砲の威力不足から1943年12月に、量産化は見送られ、より強力な 3.7cm 対空機関砲、3.7cm フラック43-11問を搭載する計画に変更された。クルップ社ではヒトラーへのプレゼンテーションに向けて、 足回りを再設計した方合戦車車台に同期間砲を搭載した形で図面を作成したが、最終的には通常の方合戦車車台を使用しての量産が決され、クルップ車製方合戦車、H 型車台を供給されたドイッチ・アイゼンベルケ、車により1944年3月から1945年3月までの1年間に240両が生産された。 車体上部は新たに設計された横幅の広いもので、方向戦車にあった、車体前方のボールマウント式機銃化は単純な、線付きの銃眼、ピストルポートとなっている。砲周囲の装甲板は四方向への起動式で、通常時の立てられた状態では、背の高い箱型となることから、その外観から、メーベルワーゲンの名称が付けられた。装甲板は、 射撃時には斜めに開いて砲の稼働範囲を確保することができ、低行角射撃が必要とされる場合には全開して、十分な射界を確保する構造となっていた。全開状態では、走行板は四方に開いて砲員の足場となり、砲員を保護するのは砲自体の小さな棒立てだけとなった。走行板は、最初の20両では1 2ト、mm、ルの難航、防弾処理されていないの2枚重ね、 続く25両は 10mm 装甲板の2枚、重ね、最終的には 25mm1 枚板となり、このタイプでは装甲上端の曲げられた部分はなくなっている。側面装甲板には立てた状態での近接戦闘用にピストルポートが設置されている。車体は基本的に縫合戦車 H 型のものがそのまま用いられており、そのため、 車体下部全面走行は 80mm と厚くなっている。回転砲塔を搭載していないため、砲塔線海洋エンジンと、その排気管はない。また、後期型では生産は、J 型車体ベースに移行している。本社は1944年6月15日付で、ドイツ陸軍の第9、第11、第116の3つの走行手段に1個。 対空戦車小隊として8両ずつ配備され、すべて西部戦線に送られた。従って、ノルマンディ上陸作戦の塔は配備されておらず、フランス内陸の戦いになった9月からの実戦参加となる。続く16両が7月に、第6、第19走行師団に配備され、東部戦線に送られた。この後も、各装甲旅団に配備されたが、武装 SS 師団で、 本社を装備したのは第 10SS 走行師団、フルンズベルクだけであった。本社はビルベルビント及びオストビントと同様にあくまでクーゲルブリッツやケイリアンといった本格的な砲塔型対空戦車の配備までの暫定的存在と考えられていた。しかし本命となるべきそれらの車両は実戦に間に合わず、本社は当初月産20両だったのが30両に引き上げられて 終戦の前々月まで生産が継続し、最後まで、ドイツ軍対空戦車の主力はこのメーベルワーゲンであった。本社は、日本ではバンダイから1975年に、1、48精密電撃機構手段シリーズナン、no. バー2345対空機関砲をメーベルワーゲンとして、また、タミヤ模型から1977年に、1、35ミリタリーミニチュアシリーズナンバー101、 ドイツ方号対空戦車、メーベルワーゲンとして2トルフラクビリング38を搭載した試作型が模型化され、広く知られることになった。ただしこのため、メーベルワーゲン対空戦車は2トル4連、対空機関砲を装備しているという誤解が広まることになった。それら以前の1973年に、A 大、A 大グリップから、1、76A 大ミリタリーシリーズナンバー9、 モービルバーゲンとして 3.7cm フラック43搭載の量産型も発売されていたが知名度は低く、タミヤ模型から後の1999年に1-35ミリタリーミニチュアシリーズナン、no. バー237方号対空自走砲メベルバーゲン 3.7cm フラック43搭載型として再度模型化されている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。